こんにちは、速稼塾の久保でございます。億万長者合宿のレイジが始まりましてね、最初からちょっと飛ばしがちなんですけども、今回は、生きる意味とかね、生命とかこの辺についてスポットを当てていこうかと思います。私ね、40、もうすぐ8歳になるんですよ。吉谷さんはね、昨日誕生日だったそうですけども、私も誕生日近くって10月11日なんですよね。で、あと1週間ちょっとすると私もね、48歳になります。で、40歳からね、40歳の親父が、超アナログ親父が、昭和親父がね、ネットビジネスで稼いで隠居、なんだこれはと思いますよね。私も思います。自分の人生振り返って、本当にね、わずか3年とか4年ぐらいで人生がぐるっと変わってですね、それまでの麻雀親父、万年独身から、あれよあれよと40で、ネットビジネスで出会って、同時に可愛いね、女の子、私好みの女の子にも出会って、43歳で結婚もできてね、っていうかもう出会った瞬間に結婚することが決まってたというね、お互い2週間ぐらいでその約束をしたという、出会ってからですよ、出会って2週間ぐらいで、もうその約束をしたと。それからもう順調にトントントンといってね、で今に至るんですけども、47歳、去年の今頃ですけどもね、私出産を迎えて、今1歳になる大和君っていう息子がいるんですよ。まだ1歳になってないですけどね、10ヶ月11ヶ月ぐらいなんですけどもね、やっと。で、何が言いたいかっていうことなんですけども、生命のね、奇跡と言いますかね、生きる意味が何なのかってことはもうちょっと後で考えるとして、今回はね、私の人生に起きた本当に針の糸を抜くような奇跡のドラマをちょっと紹介しますね。で、おそらくこの大和くんっていうね、男の子が生まれたんですけども、これね、私がね、麻雀店勤務が続いていたらなかったと思います。逆に麻雀店勤務をしていなかったら今のお嫁さんにも出会えていないと思います。ホームページで調べて、オープンリーチって私の麻雀店を調べて、一人で来てくださったのが今の奥さんですからね。だから私がホームページを麻雀荘でありながら作ってなければ、当時珍しかったですから、麻雀店のホームページがあるのは。これをしてなかったら出会えてなかった。でも麻雀店を続けていたら、私は出産どころかね、家庭どころか、隠居どころか、多分結婚もなかったし、交際もしてなかったと思います。そんな感じですね。だから経済的にガッとね、ひっくり返ったんで、私はそういう風な選択肢が見えて、しかもその選択肢を私が希望して、で奥さんも希望したから、そうなったってことなんですよね。だからね、テクノロジーが、もしインターネットというテクノロジーとか、スマホというテクノロジーがなければ、私はねこうなってないんですよ。だから麻雀店をいいタイミングでやってても、去年の出会いだとうまくいってなかったかな、去年というか1年前の出会いだったらうまくいってなかった。で、日本って国だったら、日本以外の国だったらうまくいってなかったと思います。で、こっからちょっとね、もうちょっと深い話になりますけども、交際して、そこそこね、お付き合いする中で、家庭とか、子供とかも意識しますよね。で、私はね、年齢がちょっといってるんで、おそらくですけども、なかなかね、授かれなかったんですよ。で、私はおそらくなんですけども、男性不妊の毛があるなと思ったんですよね。それはもう私、年齢いってたんで、当時45歳だったんで、覚悟してたんですよ。で、45歳から、私は積極的に男性の不妊治療を受けていました。で、奥さんにもね、細かく、一緒に病院に行ってね、コンディションを見てもらったりとかね、アドバイスを受けて、高額なサプリメントもかなり取りました。月に5万円ぐらい、サプリメント、その他漢方に使ってました。その他に、病院に行くたんびに1万とか2万とかね、時には3万とか、そういう費用がかかってました。で、大体不妊治療にかかる費用っていうのが、1年間で200万というのは覚悟しました。予算取りを200万しました。これ生活費は別に、これは1年間で200万使おうねって感じでね。で、100万はあっという間にぶっ飛びました。すごいですよ、不妊治療っていうのは。で、あとね、不妊治療をするときっていうのは、病院に行ってドクターにね、面談を最後帰る前にするんですけども、じゃあ来週の火曜日9時から来てくれると言われたり、今度の日曜日朝7時から来てくれるって言われたり、明日の夕方来れるみたいなことをいきなり言われるんですよ。で、基本的に拒否はできません。私はもう隠居で毎日自由なんで、あ、いいっすよ、また2人で来ますみたいな感じで来ました。プラスですね、やっぱり女性の方に結構負担がかかるんで、いろんな意味でね、奥さんと一緒に、そうやって、病院行ってですね、終わった後に奥さんの気持ちが沈んじゃいけないし、複雑になっちゃいけないんでね、やっぱ楽しい、一日を送らせようと思って、いろんなところグルメ行ったりね、旅に行ったりね、海外行ったりとかね、気分を変えるためにあれこれあれこれしました。楽しかったです、とっても。時にはね、もうちょっとしたらお腹大きくなるから、もしかしたらそうなったらね、おしゃれもできないから、今日は服買いに行こうかっていうので、大盤振る舞い、上から下までね
もうなんか5万円分とか10万円分とかバンバンバンと買ってからね、で、楽しんでいただいたってことがあります。そうすると結構ね、時間とお金って極端にかかるんですよ。で、これは私が金銭的に自由でないといけないし、時間的にも自由じゃないと多分不妊治療はうまくいってなかったんですよね。しかもそこまでやって不妊治療の成功率って 20% 前後なんですよ。最初はね、タイミングっていうのをやって、次は顕微授精ってなって、顕微授精じゃない、体外受精して、その次に顕微授精ってちょっと難しいやつだったんですよ。費用がね、やっぱり50万ぐらい一発でかかるやつなんですよね。で、順番にやっていって、そこまででもう費用が2万3万っていくたんびにかかる、時には5万でかかるのに、じゃあ次の段階って言って顕微授精に行くと一気に50万ボーンとかかるんですよね。だから会計がいつも100万円を持っていって払うような感じですよね。で、しかもこまめに行かないといけないんで、週に2回とか3回、待ち時間はいつまで待つのか分かんない、3時間4時間待つ時もあったんですよ。いつ終わるんだろうみたいな感じでね、行ったら9時に約束なのに9時に予約して行って、11時ぐらいにやっと呼ばれてみたいなことがあったりとかね。本当にすごいなと思って、中3もいっぱい打ちましたしね。で、奥さんはやっぱりいろんな体調べたりとか、特別なね、薬剤使ったりとか、本当に、いろんな意味で負担だったと思うんですよ。個室で、コンディション整えたりとかね、入院してみたりとか。で、そういう風な形でやっとね、大和くんが生まれて、すごくリスクもなく、ドクターの皆さんすごくね、丁寧にしてくださったりとか、それから本当に一日一日、今に至るまで奇跡のような日々を過ごしてきました。このぐらい私の場合はね、私の場合はいろんな奇跡とかタイミング、それこそ科学が進歩して不妊治療が男性にも原因があるんじゃないかと分かって、しかもその不妊治療男性っていうのは、男性はね、あんまりそれをね、ポジティブに捉えないんですよ。ネガティブなんですよ。だから検査受けなかったり、男性不妊に向き合わなかったりするんですけども、私はそういうのが全然ないんで、むしろね、自分のせいかもしれないっていう自己否定論でどん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 積極的にいったんで、どん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 進んだんですよね。しかもお金もどんどん出せたんで全然問題もなかったですね。まあ、その頃私は、子供が生まれたら大きめの車がいるなと思って、ベルファイアの大きなの買ってね、これ子供専用に買ったんですよ。で、奥さんは軽自動車のちっちゃいのを買ってあげて、で、私はまあ私で専用のトランザムを買ってみたいな感じでね、よその出費も結構あったんですよね。でも本当に良かったのは、お腹が大きい時ってやっぱりね、ベルファイアぐらいの大きい車の方がゆったり座れて楽だったと思います。すっごくそれはね、本当に喜んでもらいました。で、子供をね、連れて行く時も軽自動車じゃなくて、ベルファイアの後部シートのね、ドーンってでかいところにしっかりとシートで、運ぶことができて、私は最大限それはね、できたかなと思うんですよ。で、もちろんこれはね、私はそういう状態じゃないと家庭とか子供って考えられなかった、その器の小ささっていうところから起きてます。全ては私の、まあやればできんじゃないのみたいな気持ちじゃなくて、いや無理、いや無理だ、このくらいまでやっていかないと無理だみたいな慎重論からこんなことになったんですけども、でも本当に実現できてよかったかなと思いますね。で、本当にね、麻雀ってもう2年かかりましたけどやめれて、もう本当タバコまみれの暮らしからね、で、お酒まみれの都会の暮らしから全くお酒も飲まないし、人付き合いもないし、タバコの匂いなんて毛ほどもしないようなこんな地方に来て、子供にとってはものすごくいい環境だったなと思いましたね。だからこれはね、本当にいろんな意味で科学っていうもの、テクノロジーっていうものが今不妊治療に対して最大限のね、提供ができる、しかも私の住んでる小さな町にもそれをきちんと提供できる医師がいるとかね、そういう環境も偶然整っていた、そのサービスを受けるお金と時間もしっかり私は個人的に偶然作れていたっていうところもあったりね、それから近所の方の期待もあったりとかね、まあ両親も近くに住んでいてとか、ケアが本当に行き届いてるんですよ。で、本当に奇跡だなと思いますね。これはこれ一つが欠けても生命っての生まれない、そのぐらいすごく貴重なもんだったんだろうなと思います。で、ちなみにですけどもね、コウノドリっていう番組があるんですよ。今でもアマゾンでやってますけども、やっぱりね、治療中とか妊娠期間中は奥さんと一緒にそういうのをずっと見てね、意識高めて、あ、子供って楽しみだねとかね、こうずっと過ごしてきたりとか、本当にこういろんな家庭についての勉強とかもしてきたりね、なんかすごく楽しかったですね。そういう意味では今でもね、子供が生まれて昨日も深夜2時ぐらいに起きたりとかね、4時ぐらいに起きたりするんですけども、まあ私は全然そういうの大丈夫なんですよね。で、想像するに朝出勤しないといけないお父さんがいたら、結構奥さんも気を使ったりとかして家庭内ギズギズするんじゃないかなと、そういうのも分かるなと思ったり。で、家事は基本的に私全般やりますんで、今日もね、深夜3時ぐらいに床掃除バーッと家の中して、で、洗濯もその深夜4時ぐらいに終わらせてとか、食事もちゃんと作ってみたいなことやるわけなんですよ。もちろん奥さんもやりますけどね、半々で。で、今日はね、中秋の名月やるんですよ。で、こういう余裕まで生まれると、いろんな意味で私は恵まれてるなと思いますし、
この私が恵まれているよりもこの国が結構恵まれてるのかなとも思えるんですよ。その恵まれた環境を使うために自分でもちょっとだけ手を伸ばしてみたみたいな感じかなと思いますよね。はい、ということでね、生まれた一つの命もこのぐらいの時間とかね、段取りがかかっている。私につきましては40歳にして、あの今の奥さんと出会った時にね、23歳ぐらいだったと思いますけど、当時22から23になる誕生日ぐらいだったかな、彼女と出会ったので、そっからこの人と一緒に暮らすかもしれないということを意識して、その瞬間麻雀屋をやめなければならないと思ったし、収入を上げなければならないっていう、この2つを思ったんですよ。でその2つをなんとか実現して1年ぐらいでね、でその後はこの都会を離れなければならないみたいな、それでステップを組んでいって体を鍛えなければならない、不妊治療しなければならないって感じで、どん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 進んでいって今に至るって感じですよね。まあいろいろあって今に至るってこと、この続きはね、またね、生命の不思議でやろうかと思います。では一旦以上です。